間合いってことなんですけど、あんまり意識してないんでね、日頃ね、どうしようかなと思ったんだけど、要は、なんていうの、我々合気道をやってる時に、なんていうの、技かけるときは近いところ、近いところ、近いところって、それはテコ使えるとか、いろいろそういうことで近いですよね。じゃあ奥谷さんでもいいや。なんかこう、やってるときこういうふうに離れてるんだけど、で、触って、で、ギューってきたときは、反対の方がいいな。こうやって、この手が近いとき、近いときに、ほら、崩れて、自分はまっすぐ。そしてまた離れていくって感じ。ですよね。で、何でもそうだけど、こう近いの。近いからほら、動くって。こう動くってない?そういう。だから、その辺をやった方がいいかなと思ったんだよね。で、こう来てるときは、彼は何にも被害ない。僕も全然安全。だから、間合いだよね。間合い、こう、間合い、もう取ってるって。で、近づいてきたらやばいなって、そのとき近いの。そしてやっつけちゃって、ポカって。それでまた離れてるって感じですよね。で、その辺をこう近い時はやりやすいから、何でもね、こう下げて。近いでしょ、ここに。自分の重心に近い。近いところで何かやるって感じ。こう遠いところでは何にもできないから、できないから近くに持ってきてわざ。こう、近い近い。そういう感じでね、ちょっとやった方がいいかなと思って。で、そういうことを意識しながら転換して、で、近い、そして上げる、で、そういう感じで、ちょっといろいろね、近いところだと技やりやすいから、いろいろ動いてみる。こう近いところで、こういうで、遠くってと比較してね、やってみたらいいかなと思って。まあ、遠くでこう、転換できないよね、これ。できないよね。近くに、自分の中に入れてきて、で、転換してる。で、下げるとか。いつも近いじゃないですか。で、そういうふうに、ちょっと、やってみましょう。今言ったのは、こう、離れてて、こういうのはできないわけ。だから、自分から近づいちゃって、体側に近い。なるべく。本当は背骨って言われたんだけど、体に近い。そしてこう、ほら、近いっていうこと。で、近いと離れてるのは全然違うよって話。全然いかないんだもん。だから離れちゃって、ここに離れちゃったら、自分から近づいちゃった方が楽。こう。そしたら、これギューってくれば、ほら、こうなっちゃってる。そしてこう、下がって。で、これ絶対手やってないよね。近いだけ。近い。相手に近いだけ。四方投げもこうやって上がって、こうやって最後までこうやって遠くでやるんじゃなくて、自分に近いの、こうやってなる。そしたら、こう、ほら、近いの。そして、投げるときは離してもいいけどさ、お技かけるときは近い方が、こうやって来たときも、離れてなくて、近いよね。近いから、こう、入ってんのね。近いじゃないですか。離れてたら自分を近づけちゃった方がいいの。こうやって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 近づけちゃうってこと。一挙もそう。一挙もそう。これ遠いよね。だからこれ自分の中心に近づけてきて、で近づけてきて、こう近い。彼は近い。で、こういう。近いからできるっていう、そういう話。だから、自分からこうやって離していかない。こうやって離していっちゃって、あ、やべえなと思ったら近づけちゃう。そして、こういうふうに近づけたまんま、こういうふうに回ってくる。こう近づいてるままでね。そういうふうにやってほしいんですよね。その辺をちょっと実感してもらったらなと思ってるの。じゃあもう少しだけ。どうしてもみんなこういうふうに、こう手でやりたいと、こう手が離れちゃうの。こうやって。手でやっちゃうの。あれ反対ね、こうやって手でやっちゃうの。手でやらないので、こ自分が近づけるの。矢印がこっち向いてんの。こっち手で、沖原さんも言ってたけど、こっち向いてんの。こっちね、向こう向いてんじゃないの。こっち向いてんの。こっちね、だからこう入って、こっち向いてる。こっち自分の方向いてる。自分の方、こういうふうに
自分の方向いてるの、いつも手は。手の力の方向はいつも内側、この中心に向かってんの。手の方向をガッと出したらダメなの、ボカってきちゃうんだ。こう入ってんの。だからこう、ほら、こっち向いてんでしょ。こっち離れていくときも離れてんの。向こうも、こっち向いてんの。だから向こうへ出していくことないよね。こうやってやってんだけど、向こうへ出してんじゃなくて、こっち向いてんの。手の方向、力。こういう風に。こっち向いてんの。だそういうつもりでやった方がいいよね。だから、こう来て、こう。したら、こっち向いてんの。この手の方向は、向こうへ出していくんじゃなくて、こっち向いてんの。こっち向いてんの。ほら。なんていうの、こっち向いてんの。いつも。なんて、そういうつもりでやった方がいいと思うのね。何しろこっち。何しろ、こっち向いてんの。こっち。だから、こういうふうに入ってきたの。ほら、近い。ほら、こっち。こっち向いてんの。こっち。そういうつもりでちょっとやって、もう少し、あとやった。石が飛んできたら、こうやって、やべえなって、こういうふうにやるじゃない？そういう感じね。で、やべえって、こういう、だから自分の中心に守ってるね。こういう。こうやってやる方法もあるのかもしれないけど、あんまり出していくんじゃなくて、こう周り全部自分の中に、力とか全部自分の中心のところに、この一本柱じゃないけどさ、柱のところにずっと全部周りの力とか、そういう他人のなんかそういう力とか、そういうのを全部自分の中通して上に出してるって感じ。だからやべえなってきたら、こうやってね、こうやってやってる。それと同じなんだよね。だからそういう感じでやった方がいいんじゃないかなと思うんだね。まあ、そういうことです。じゃあ終わりましょう。